ダリウス役の佐藤源と申します。ブルックリン役の内田真彩です。ケンジ役の松田俊樹です。自分が見てた映画の恐竜たちを役を通して関われるというのがものすごく嬉しかったので、あのシーンで見たあの恐竜がこんな場面で出てきて自分がやってるダリウスとわーこんな風に関われるんだっていう喜びが大きかったですね。大人も子供も楽しめる作品っていう印象がやっぱり強くて、私も初めて見た時怖かったですもんね。やっぱ恐竜のなんかこう迫力とかがバーンってきて、でなんかわーとかわーってなって見たなっていう、やっぱこう映画館で見たらもうワクワクしてドキドキして本当にこうたまらないようなそんな作品だなという印象がありますね。怖いの見れるんですね。生きてるものなら、生き物なら大丈夫。あ、生き物なら大丈夫なんだ。いや俺もジュラシックワールドシリーズは、うん、もう本当に怖いってイメージがあって、うん、もう子供の頃から怖いもの全然ダメで、それはそのホラーもそうだし、はい、こうやってパニック系っていうのも本当に苦手で、はい、だから本当この作品に携わるまでは結構ね、はい、逃げてたね。あ、本当僕逆に、うん、あの恐竜のなんかそのかっこいい、ただただ大きくて牙があって、うん、あーかっこいいっていうそっちが先勝ってしまって、うん、怖いよりもあーティラノサウルス出てきたすげーっていう少年心が、ね、少年心が先に出てきて、ね、乙女心チームかな。乙女心あれ乙女心これ乙女心乙女乙女乙女です乙女です、はい、ダリウスは、はい、作品をどん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 減るに、はい、やっぱ主人公らしく、うん、その真の強さ、男の子っていうか、あー、うん、リーダーになってきたかもあるけど、そう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 、まあ、今恐竜にすごく詳しくて、はい、オタクとか、うん、マニアックだとかそういう表現されて、うん、ケンジからすれば、あ、俺よりも、まあ、下の人間かなぐらいのイメージで見てるような多分間柄だと思うんだよね最初って。でもこうやっていろいろとこのジュラシックワールドでみんな子供たちだけでなんとか困難を乗り越えていくときに、やっぱり一番最後精神的な支えになるのは、まあ、ダリウスかなっていうのはケンジやっててずっと思ってて、そこがやっぱかっこいいし魅力だなって。ブルックリンやっぱ最初会った時、おお、なんかなんだろう、今の子たちがすごく反映されてる子かなっていう、そうかも、現代っぽっていうか、はい、現代っぽ、一番現代っぽい感じで、どこかこうすごいリアリストだけども、まだやっぱりこう夢見がちなやっぱり少女らしいところもあったりとかして、なんかその少女らしいところがすごく可愛らしいからこそ、なんかこうちょっと頑張って気取ろうとしてる感とかがどことなく、あー、なんか可愛いなこの子っていう感じに見えたりとかして、どんなことしてくれるんだろうっていう感じがあったりとかする感じはありますね。ケンジは松田さん声ものすごく合ってて、ありがとうございます。何なのって結構憎たらしい感じ、そうそう、あの、まあ、ブルックリンとも結構ぶつかるというか、うはいはいとか言ってやり合うことも多いんですけど、その時すごく言いやすいんですよ。何やかん壁が多分一番ない、うんうん、そうだね、ケンジはケンジたるがゆえにみたいな、うん、なんかいろいろとやっぱりこうみんなで通して私撮ってると、このシリーズも長いものになっていくので、うん、ちょっとずつやっぱりあの仲も深まってるなっていう感じがするんですよ。それがこういつかね、普通の会話でなんかこうティラノ以外の恐竜も言えるようになってきたらいいなと思うんですけどね。俺もティーレックスが怖いっていう知識しかない。すごい難しいんですよ。ダリウスとかすごい、あのパラサウロロフス、パラサウロロフス、いや、ボリューム名を言うのが大変で、ここはアクセントどこみたいな、パラサウロロロロみたいな、みんなでこうこの距離でもこの辺できるんじゃないかなとかって、でもそういうのっていう時で大体急いでる時なんですよね、もう逃げてる時とか、うん、はい、だからそういうのがもう身についてなんか恐竜博士みたいになれてるといいなーなんて思って、少年少女らの、友情だったりとか、人間ドラマというところも楽しんでいただきたいですし、恐竜そのものの大迫力の映像もぜひぜひ、心から楽しんでいただけたらとっても嬉しく思います。ぜひ見てください。よろしくお願いします。本当に恐竜は怖いですし、子どもたちと一緒に私ももうキャーキャー言いながら収録を行いました。ぜひぜひその迫力を画面で見ていただければと思います。つまらない日常をぶっ壊す最高のアトラクションだと思います。ぜひ見てください。